こんにちは、ミミです。モカです。今回は、Wi-Fi を高速化したい、っていう動画です。ミミは有線 LAN 使ってなかった？そうだけど、YouTube で Wi-Fi 高速化の動画を見てたらやりたくなりました。興味本位か。そうだよ。ってことで、今回想定する状況はこんな感じです。1階にルーターがあって、2階に自分の部屋とパソコンがある家です。パソコンをネットにつなぐとき、LAN ケーブルを這わせるのは大変なので、Wi-Fi を使うはずです。有線だと見た目悪いしね。通信規格に関しても、障害物に強いと言われる 2.4GHz の Wi-Fi 4を使っている状況です。で、どうするの？より速い通信規格の Wi-Fi 5を使います。ただ、Wi-Fi 5が使う 5GHz の電波は、障害物に弱いらしいです。なので、パラボラ反射鏡で信号強度の低下を補うって作戦です。これなら、障害物が多くても Wi-Fi 5で、より高速な通信が可能になるはずです。ほんとか？今回は、この作戦が正しいかどうか確かめていきます。まず、パラボラアンテナの形について説明します。パラボラアンテナをこの方向に真っ二つにすると、断面はこんな感じになってます。見覚えない？知らん。答える気ゼロじゃん。まあ、二次関数になってるんです。というか、そもそも英語のパラボラ、は日本語で放物線、って意味です。放物線には、面白い性質があるそうです。4F 分の 1X2 乗っていう放物線は、0,F に焦点を持ちます。で？このグラフの真上から来た波は、放物線に反射した後、全部焦点に集まる性質を持ってます。しかも、全部同じタイミングで焦点に到達します。それでどうなんの？同じタイミングで焦点に集まるので、波が強め合います。これによって、小さな波もキャッチできます。それでなんとか受信するのか。逆に、焦点で波を出すと、反射波は平面波になります。平面波になって、何回いいの？波が広がりづらいから、遠くまで届くよ。ルーターとの距離が離れても、信号強度が落ちにくいはずです。次に、今回使う Wi-Fi 呼気はこれです。バッファロー製の棒状の呼気です。こういうアンテナは、横方向に電波を出したり受け取ったりするそうです。実際に測ってみてもそんな感じでした。このグラフは、垂直方向ごとの信号強度を表してます。外側に線があるほど、信号が強いことを表してて、グラフの上が先端、右と左がアンテナの横方向です。アンテナに方向なんてあるんだね。水平方向にはほぼ一定でした。グラフは、アンテナを先端方向から見たものです。どの方向でも大差ないね。あと、設計するために知りたいことがあります。電波が金属面で、自由端反射か固定端反射をするのかわかりません。何それ、関係ある？黒の線みたいに、反射前の波と反射後の波が、強め合ったり弱め合ったりします。弱め合っちゃうと、効率が悪いです。最悪ゼロになっちゃうね。自由端反射なら、2分の1波長の整数倍、固定端反射なら、4分の1波長の奇数倍が良さそうです。なので、こんな感じのを作りました。後ろの反射鏡を前後に動かして、どこでルーターからの電波が強くなるかを測定します。結果がこれです。縦軸が信号強度、横軸が反射鏡とアンテナの距離です。2分の1波長の整数倍のところが信号強度高めになってます。ここもそこそこ高いよ。多分、直接来た電波と反射した電波が打ち消し合ったとしても、壁からの反射を拾っちゃうようです。怪しい実験結果だね。まあ、インターネットに自由端反射って言ってる PDF があったから。多分自由端反射です。ほんとか？多分合ってます。知らんけど。あと、信号強度と通信速度の関係も知っておきたいです。信号が強い方が速そうだけどね。早速測定してきました。測定方法は、パソコンからパソコンへファイルを送受信して測りました。ここは 1000Mbps の LAN ケーブル、ドライブは SSD だったので、Wi-Fi 部分がボトルネックになるはずです。これなら、ネットのスピードテストより正確な測定ができると思います。ってことで、これが結果です。縦軸が通信速度、横軸が信号強度です。上2本が Wi-Fi 5、下2本が Wi-Fi 4でした。基本、Wi-Fi 5は繋がれば圧倒的に速いです。信号強度が弱いと、一気に通信速度が遅くなるね。信号強度が弱いところで、パラボラ反射鏡を使えば、通信速度がかなり改善しそうです。もともと信号が強いところだと無意味に近いね。そんな感じだね。ってことで実際に作りたいんですが、私の技術的に、お皿みたいなタイプを作るのは難しいです。じゃどうすんの？こんな感じのパラボラアンテナがあるので、これみたいな反射鏡を作ります。上から見ると、さっきのグラフと同じような構造です。水平方向に対して指向性が強いはずです。垂直方向は？多分、バッファローのアンテナそのままです。まあ、もともと横に強く飛ぶので大丈夫だと思います。サイズに関しては、焦点距離1波長、高さ 32cm、横幅 30cm で作っていきます。まず、放物線を工作用紙にプロットして、型紙を作りました。あとは、スチレンボードに毛書きして、切ります。組み立てして、骨組み完成です。反射鏡は、厚紙にアルミホイルをくっつけて作りました。
最後に、骨組みと反射鏡をくっつけて、端っこを切ったら完成です。性能は？いくつかの地点で信号強度を測定しました。縦軸が信号強度で、反射鏡ありが青、なしがオレンジです。大体どこでも 10dBm 程度向上してます。地点 D は？多分向ける方向ミスりました。ダウンロード速度についても、信号強度が低いところほど向上幅が大きいです。地点 D はミスったせいで変わってないね。水平方向の信号強度も測ってみました。0度が真正面で、青が反射鏡なし、赤が反射鏡ありのデータです。真正面なら 10dBm 向上しますが、後ろはだいたい 15dBm 低下しました。横や後ろは通信しにくくなってるね。他の Wi-Fi 機器との電波干渉を軽減できそうです。お隣さんの Wi-Fi は邪魔でしかないので、受信しにくい方がいいです。お隣さんも同じこと思ってそう。とまあ、こんな感じで意味はありそうです。でも、もっと信号強度を強くしたいです。でかくすればよくない？多分そうだよ。でもこの動画では、大きさは変えない方針でいきます。これ以上大きいと、LANケーブル使えって話になっちゃいます。ならどうすんの？精度を高くするのと、焦点距離を変えてみます。作った反射鏡をよく見てみると、鏡が歪んでます。たわんでるね。しかも、鏡にシワができてます。内側に湾曲させるので、縦のシワができるっぽいです。変な反射してそう。あと、アルミホイルの厚さで大丈夫なのかっていう問題もあります。なので、厚手のアルミホイルと普通のアルミホイルを比較してみます。アンテナの周りをアルミホイルで囲んで、信号強度を比較しようとしたんですが、この程度の小さな穴で、結果が数 dBm 変わっちゃいました。しかも、測定結果も大差ないので、違いがあるかわかりません。クソ測定じゃん。縦軸が信号強度、左が普通のアルミホイル、右が厚手のアルミホイルです。2dBm 程度違うってことになってますが、怪しいです。まあ、多分普通のやつで大丈夫です。でも、せっかく買ったので厚手の方を使います。ってことで、新しい反射鏡もさっきと同じように作りました。二つ作ったね。でも反射鏡、裏表逆じゃね？裏表はこれで合ってるよ。アルミホイルを外側にすることで、シワができないようにしました。あと、こっちの方が精度が高いはずです。これ厚紙のせいで電波弱くならない？じゃあ、測定してみます。左にだけ、アンテナ部分にコピー用紙2枚のロールをかぶせてます。紙と紙の間には、接着剤もついてます。この二つの信号強度を比べると、こんな感じでした。縦軸が信号強度で、青がロールあり、オレンジがロールなしです。若干ロールなしの方がいいじゃん。でも平均値の差は、0.数 dBm だけなのでほぼ誤差だと思います。それに、火災対策になります。パラボラ反射鏡は、太陽光を焦点に集めちゃうので、方向によってはアンテナが焼かれるかもしれないです。へぇ。同じ原理を使って、太陽光で調理するソーラークッカーってのがあるそうです。で、今回作った二つは焦点距離が違います。左が 0.5 波長、右が 3.5 波長です。右の方が平たいね。グラフで比べても、かなり違います。青が 0.5 波長、赤が 3.5 波長です。さっきよりもっと信号強度が低い地点で測定してみました。縦軸が信号強度、青丸が反射鏡なし、オレンジ三角が 3.5 波長、グレー三角が 0.5 波長の反射鏡です。あまり差がない。焦点距離はそこまで影響がなさそうです。多少、短い方がいいかも？ってくらいです。通信速度もそこまで大きな差はなさそうです。縦軸が通信速度、青が 0.5 波長、オレンジが 3.5 波長の反射鏡です。この差は？多分偶然です。再測定すれば、大差ないデータが得られるはずです。でも面倒いのでしません。なんてやつ。水平方向ごとの信号強度はこんな感じでした。青が反射鏡なし、赤が 0.5 波長、緑が 3.5 波長の反射鏡ありです。0.5 波長のやつが一番尖ってるね。焦点距離が短い方が、横や後ろからの電波を防ぎやすいっぽいです。まあ、横からアンテナを隠せるかどうかが違うからなんですかね。真正面の信号強度は、0.5 波長の方が 11.7dBm 向上、3.5 波長の方が 11.2dBm 向上って感じでした。一つ目のと比べても大差ないね。まあ、ちょっと強くなった気がする、レベルでした。ということで、まとめです。今回想定した状況だと、信号強度が 60dBm 程度より弱いなら、パラボラ反射鏡は意味ありそうです。特に、信号強度が弱い時にパラボラ反射鏡を使えば、かなり速度アップが期待できます。でも、もともと 60dBm 以上ある場合はほとんど意味がなさそうです。ただ単に、Wi-Fi 5を使えばいいだけだね。てかこれ、作るのめんどくさくね？まあ、否定できないです。でも反射鏡を作らなくても、工夫できることはありました。アンテナの方向を気にすることと、金属に注意することです。最初の方に出てきましたが、棒状のアンテナには垂直方向に向きがあるっぽいです。なんかそうだったね。あと、金属板にアンテナが隠されると、信号強度はかなり落ちます。さっきのグラフで言うと、この方向が反射鏡で隠される部分です。特にこの辺だと、約 25dBm も落ちてます。反射されちゃうしね。
逆に、ルーターと壁の間に金属板を置いとけば、お隣さんとの干渉を抑えれるかもしれないです。お隣さん的にも、邪魔な電波が来なくてハッピーです。ただ、調べた感じ反射器は電波法的にグレーな感じです。じゃあ、この動画は何？今言ったのは、反射器、だよ。うざ。今回作ったものの正式名称は、凹面鏡、と、凸面鏡、って言います。もっと正確に言えば、放物柱面鏡、だと思います。要はただの鏡、可視光線を反射するものです。鏡か？これ。それに、アンテナ本体は一切改造してない上に、反射鏡とは固定されてません。これらはすべて別物です。アンテナ改造してないのか。これの改造は明らかにアウトなので、テープすら貼ってません。テープが貼ってあるのは、延長ケーブルです。それに通信距離が劇的に伸びるものでもないので。ね？これは黒、って言い張ろうかな。おちょくるの楽しそう。ちょっと、ひどいです。それなら、デスクトップパソコンにアンテナつけたら黒って言い張れちゃいます。こっちに電波がよく飛ぶようになりますからね。そうだよ。え、それも黒だよ。私は使わないから別に黒でいいよ。無敵じゃん。私の勝ちだね。でもまあ、どんな工作でもそうですが、作るとしても自己責任ということで。最後にすごい保険かけるじゃん。まあね。じゃ、ご視聴ありがとうございました。高評価とかチャンネル登録してくれたら嬉しいです。